ベンゾイルエクゴニンは極所鎮痛剤でコカインの主要代謝物質の一つである。ベンゾイルエクゴニンは処方薬エストラムとして極所的に筋肉痛を和らげるために用いられていた。科学的にはベンゾイルエクゴニンはエクゴニンの安息抗酸エステルである。コカインの主要代謝物質の一つである。ベンゾイルエクゴニンはコカインの多くの尿検査で試験される物質である。 コカインの代謝により肝臓で形成される。カルボキシルエステラーゼに触媒され、その後尿中に放出される。ほぼ5日間で消滅する、コカイン自体よりもかなり長い間尿中に止まる。少量は肝臓で代謝された処方薬に由来するものもあるかもしれない。ベンゾイルエクゴニンは飲み蜜にも含まれることがある。2005年、イタリアのポーガワで かなりの量のベンゾイルエク5人が存在していることを発見し、その濃度を用いてこの地域で用いられたコカインの量を推定した。2006年、同様の研究がスイスのサンモリッツで排水を用いて行われ、住民の日々のコカインの消費量が推定された。イギリスで行われた研究では、飲み水の中から、鎮経剤のカルバマゼピン、抗炎症剤のイブプルフェンと共に、 痕跡量のベンゾイルエク5人が検出された。また、この研究では、存在するそれぞれの化合物の量は、治療用途の量よりも数桁、低く、そのため住民にリスクはないと考えられている。ありがとうございます。